みなぎってます。2020年明けましておめでとうございます。お、ジュリアちゃん、やる気満々ですね。今年の抱負は何ですか？空手をやる。そっち、まあ、それも可愛いけどね。じゃあなんか一応パパってほら得意なパパってのやろうか。パパ、はい、パパってね、はい、じゃあ別テイクのね、はい、今のも可愛かったですけど、どんなやる気がみなぎってんですか？空手をやる。おやおや、ジュリアちゃん、いい物件を見つけたみたいですね。新年早々お引っ越しですか？はい、めちゃくちゃ広くて、なんとすごいんですよ。ここだってあれ、茅場町ですよ。日本橋の近くの都会、超めっちゃ高い。しかもですね、この物件にはなんと、はい、あれがついてるんですよ。あれ、普通の物件だとほらベッドがついてるとかテレビがついてるとかありますよね。なんとですね、はい、この物件には空手の先生がついてきてるんですよ。ほら、これ込み込みですよ。込み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 、はい、空手の先生この部屋に、そうそうそう、空手の先生が込み込み、そう風呂なし、キッチンなし、ワンルームです。ワンルーム。さあ、今日はお正月らしくゆるりといきますよ。そうしますと、ここは一体どこですか？八木明人先生の東京の道場です。道場です。はい、すごい。ジュリアちゃん、ここで問題です。八木明人先生の空手の流派は何ですか？五十流です。まあ無難な。逃げたか、お前逃げただろう。逃げたよね、今ね。ちょっと逃げましたね。すいません。正確に言うと、はい、はい、そうですね、五十流の道場です。おい、八木先生、それでいいの、それでいいの、それでいいんだね。はい、それでいいです。まあ、沖縄の、はい、沖縄の五十流ですね。沖縄の五十流。じゃあ、ちょっと、ジュリアちゃん、八木先生にインタビューしてみてください、いろいろと。はい。この人、これ何ですか、とか。すごい。はい、どうぞ。かっこいい。まず、はい、気になったのが、はい、シーサー。シーサー、そうですね。シーサーはこれは沖縄の守り神で、へー、口が開いてるやつと口が閉まってるやつなんですけど、どっちが男か分かりますか？どっちが女か。え、あるの？女性男性。女性。口を閉じてる方が女性。それはどういう意味でしょう？なぜでしょう？辛いことをぐっと耐え抜く力があるのが女性。世の中の皆様、女性の皆様、大変申し訳ございません。口が開いてる方が女性で、そうなんだ、口が閉まってる方が男性。あ、これ沖縄的に言うと、はい、女性はあんたさーって喋りまくって男はぐっと我慢するそうことなんですか？はい、本当？冗談です。あと、はい、気になったのが、これはですね、僕が絵本なんですけど、はい、どうぞ見てください。こっち向けて、はい、空手マン、空手マンっていう絵本を、めちゃめちゃ気になる。ちょっとこちらに向けてみましょう。いつかな。え、すごい。え、すごい。絵本を出したんですよ。すごい。空手マン。はい、2017年です。あ、最近。はい、まあ、子供向けの、絵本で。あ、すごい。こっちにこう、へえ、すごい。しかも英語も書いてあるんですよ。ちょっとジュリちゃん読んでみてくれますか、これ。はい。Did you know that Okinawa has an Okinawa hero? あ？なんで？今結構頑張ったんですけど。すごい上手だったよ。うん、はい。He is karate man, the karate master. イントネーション何もないですけど。あ、素晴らしい、素晴らしい。はい、まあ、子供たちに向けて、まあ、空手を広めようと。この本も。すごい。あ、すごい。あ、すごい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 。すごいじゃない。え、まあいろんな、まあ全部の流派を入れて、仮面ライダー1号、2号みたいな。へえ。これ発売してるんですか？
発売してます。おすごい、在庫がたくさんあるので皆さん。どこで買えるんですかこれ。多分今も書店にはなくて Amazon とかに。もうなんで買えるんですか。もしくはヤギ道場のホームページから注文いただくと。そうなんですね。はい、野菜食べましょう。野菜食べましょう。野菜を食べると強くなるよっていう。筋肉には野菜がたくさん入ってるんだよ。野菜嫌いの子供をなくそう。なるほど。そして掃除をしましょう。あ、掃除をすると足腰が強くなるみたいな、うんうん、本当に子供向けの親目線で。出版社からこういう企画が来たんですか。そうですね、まあ、空手の絵本っていうのがないということで出してみませんかっていう。すごい。すごい。ジュレちゃんの絵本とか。あります。そうですね、絵がめちゃくちゃ下手なんですけど。絵はもうあなたも男子を支配しない。それ何の本ですか。女子は強くなきゃ。あ、なるほど、なるほど、出したいですね。はあ、じゃあ、はい、ジュリアちゃん、はい、ここは道場ということで、今、はい、ジュリアちゃんの心の中でふつふつとやる気がみなぎってますね。みなぎってます。どんなやる気ですか。今日もたくさん頑張りたいなって思います。空手をやるっていうやる気でしょ。そうです。じゃあどんなやる気がみなぎってるんですか。空手をやる。そっち。まあそれも可愛いけどね。じゃあなんか一応パパって得意のパパってのやろうと。パパ、はい、パパってね、はい、じゃあ別テイクね、はい、今のも可愛かったですけど。どんなやる気がみなぎってるんですか。空手をやる。お前、首藤龍か。あんた、五十龍じゃろ。2019年も大人気だった八木先生とジュリアちゃん、今年も二人で黒帯ワールドを盛り上げてくれそうですね。それでは皆さん、2020年も黒帯ワールドをよろしくお願いします。エブリワンイザヒーローインクロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。いやーこれ絶対伝わらない。半端じゃない。なんかこう骨をズーンって重い。